和行こう。早く昭和に帰らないと。昭和のダメ親父が令和にタイムスリップ。不適切発言で令和をかき回す。立て去れ。小川先生の発言、どこが不適切かお分かりですか？不適切にも程がある。1月スタート。ちょめ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 しちゃう。純子がちょめ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 しちゃう。